はい、じゃあね、メイクやっていきたいと思うんですけど、パジャマでボサボサで朝シャンを浴びた後です。で、こちらですね、じゃーん、なんてとこなんだろう。なんか誕生日プレゼントでお友達にいただいたものなんですけど、もうなんか私はね、開けちゃって一回見てるんですけど、こんな感じのしっかりした箱の中に、なんとですね、すごい大きいブラシと、あとこの洗い流さないトリートメント、ライトエレメンツスムージングフルイドっていうトリートメントが入ってました。ありがとうね。そう、この2つをねプレゼントしてくれたので、お風呂上がり早速使ってみようと思って、このボサボサでね軽く乾かしただけです。まあ軽くじゃないかな、乾かしたんですけど、すごい立派。私一応ジョン・マスターのねブラシは持ってるっちゃ持ってるんですけど、こんな大きくないので嬉しい。すごい、今初めて気づいた。かよこって彫ってある。すごーい、今ほんと初めて気づきました。なんかもらった時は普通にこのね箱に入ってて、ブラシの部分しか見えてなかったから、全然気づいてなかった。わかります、かよこって。すごー嬉しい。これでね溶かしていきたいと思います。結構ね、なんだっけ、シャギじゃなくて古い言い方ですね、シャギだとウルフヘアにしてから、結構この毛先がこういっぱいあるじゃないですか。今までだったら毛先は下にしかなかったんですけど、ウルフだからなんかこう段になってるから、ここら辺も全部毛先がたくさんあるから、なんだろう、この毛先の傷んでるところとかもすごい見えやすくなっちゃって、そうだから、それがねウルフのちょっと弱気、結びにくいっていうのと、傷んでるのがなんか分かりやすいっていうのがちょっとネックだなと思いましたね。なんか別にブリーチとかしてるんですけど、今までも結構してたし、そんなに傷み具合は変わってるつもりはないんですけど、そうなんか見えやすくなった感じありますね、こう。はい、なので念入りにねやっていきたいと思います。はい、今日はリップクリームアディクションのリッププロテクターエッセンスを使います。 SPF18 らしいです。口紅に SPF 入ってる意味があんまりよく分かってなかったんですけど、まあ入ってないよりは入ってる方がいいのかなぐらいでバラの香りがして、すごいね、バラなのかな、これお花の香りがします。じゃあね、メイクやっていきたいと思います。まずマックのストロボクリームです。シルバーライトっていう保湿クリームなんですけど、これをねベースに塗っていきます。これはね結構有名な商品だと思うんですけど、ツヤが出て、保湿クリームっていうだけあってすごい保湿力もあります。で、最近私ね肌質が本当に混合肌の極みみたいになってきて、なんかこのほっぺのこことここはすごい乾燥を感じるようになったんですよ。だけど鼻周りとかはね相変わらずテカりやすい感じ、よれやすいので、このストロボクリームを保湿力高めなので最近はね使おうって思って使ってます、最近より。で、私は勝手にねオイリー肌だって思い込んでたんですけど、その多分割と乾燥してるから油を出さなきゃと思って、肌がね油を出してたのかな私の場合っていうことに改めて気づいて、ちょっとね保湿重視のベース作りに変えてみました。そしたらね意外とこの前やったらよれなくてすごいなと思ったんですよ。今までねあんなにね皮脂テカリ防止下地とかつけてても、結構鼻の崩れとかが気になってたのに、逆に保湿力あるやつを使った方がよれなくて、へーってなりました。人それぞれあるんですね。もちろんね夏になったらこんな保湿力あるやつだと一瞬でよれちゃうと思うんですけど、今の時期だったら私はこのベース作りがすごく気に入ってるかなって思います。はい、でしっかりマッサージしてあげながらつけます。こんな感じでつけたら、もうほんと結構ツヤ肌になりますよね。しっとりツヤ肌です。そしたら次にじゃん、こちらミシャのクッションファンデーションプロカバーっていうやつを使います。私のカラーは、23番のカラーです。これねお値段もね1500円だったと思う。結構お手頃価格なのにすごいカバー力があって良かったです。はい、じゃあ塗っていきます。私の場合は絶対下地つけますね。下地がこういうクッションファンデっていらないっていう特徴があると思うんですけど、それでもつけたくなります。ツヤ肌に見えますよね。ほんとすごい。カバー力もしっかりあるけど、この下に塗ったストロボクリームのツヤ肌を消さないでいてくれるから、肌がほんと綺麗に見えるんですよ。でこのプロカバーはやっぱりね、普通のタイプのミシャのファンデーションよりもほんとカバー力もあるし、なんか絶対こっちの方がいいなって。前私普通のファンデーションのタイプミシャのやつ持ってたんですけど、こっちの方がなんか使い心地といいね、仕上がりといい、好きな感じになります。はい、こんな感じです。すごいツヤツヤでいいですよね。はい、ではですね、次がパウダーなんですけど、パウダーはこちら。パッケージがめちゃめちゃ可愛くないですか。この花柄がね、限定のパッケージなんですけど、中身はね変わらないです。なんか免税店でね前に買ったので、全部英語なんでちょっと分かりにくいんですけど、このジバンシーのやつ有名な、なんか4色こう分かれて入ってるパウダーで、これがねなんか久しぶりに使ったらすごい良くて、粒子が細かくてほんとサラッサラになったんですよ。でサラッサラになったけど、保湿がねちゃんとされてるので、内側からの保湿力っていうか、すごくこの相性が良かったので、前回ねすごい感動したんですよ。でちょっとこれをね付属のパフで取ってつけていきたいと思います。でこれをねのせると一時的にすごいマットにはまあ見えるんですけど、全然そんなこともなく馴染んでくれるといい感じにちょうど良くなります。ブラシでつけたんですけど、この前でもねブラシよりもこのやつの方がしっかりつくから、まあお好みですけどね。いやでもこのジバンシーのパウダーって結構人気っていうかだと思うんですけど、人気な理由が分かったなって、まあ買ってから結構経ってたんですけど、改めていいなっていう風に最近思ってます。そう、サラサラになるけどちょっと経つとよりねツヤ感が戻ってきて、まあ今でもね別にツヤ感が全くなくなったっていう感じではないんですけど、はい、こんな感じで完成です。ベースがね、で最後にセッティングスプレーするっていう過程もすごくこの前やったら良かったので、それも最後に忘れずにやりたいと思います。眉毛はこのヴィセーリシェのカラーリングアイブロウパウダー BR1 番で使っていきます。結構ね髪色が落ちてきて明るくなってきたので、この明るめなカラーが合うかなと思ってこれにしてみました。最近ね眉毛が改めて上手くなったねっていう風にコメントでねが来てて、上手くなったねって、それがね地味にすごく嬉しかったです。もうなんかそんなにいちいち緊張せずに普通に描けるかなと思うんですけど、わかんないけどねそうやってまた油断してるとまた失敗したりするんですけど、やっぱり何事も経験を積むのみって感じですよね。急に先生みたいな感じで今日そういえば22日で結構いろんなね春のコスメ、デパコスが発売日らしくて、私ナーズのチークがねすごい気になってるんですよ。ナーズのチークパレットが今日発売なんですけど、それがねすっごい可愛くて、どれも使いやすそうなカラーだし、パッケージがね春らしい感じのなんかボコボコしたパッケージで、皆さん調べてみてください。ぜひ知らない方、超可愛いです。さっき電話してみたら、まだ全然在庫ありますよっていう風にね、何時だったっけな、電話した時10時ぐらいかな、電話したらまだ在庫ありますよっていう風に教えてくれたので、はい、今日行けたら行きたいなっていう風に企んでおります。だってアディクションの限定の単色アイシャドウも出るんですけど、今日もそれもめちゃめちゃ可愛いんですよ。で私ちょっと今月ねコスメをねもうすでにねリップとかでいっぱい買ってるので、今月も抑えようかなと思ってたんですけど、ちょっとこのタイミングで限定がたくさん出るから、みたいな、欲しいってなってます。ちょっと見に行って我慢するけど我慢できなかったやつは買おうかなぐらいな。でもねナーズのチークパレットは買おうって思ってたんですよ。そうだから買おうかな。なんか春コスメってすごい明るいピンクとか、どちらかといえばブルーベースさんが似合うようなやつがたくさん出るイメージだったんで、はい、これ使います。サナエクセルのパウダー&ペンシルアイブロウ EX の PD13 番で、今日なんかブルーベースさん向けな春コスメってたくさんあるイメージだったんです。イエローベースの私としてはそんなにね期待しなかったんですよ。でもやっぱ可愛いのがいっぱい出てきて動揺してます。こんなに春コスメも楽しかったっけと思って、それほどねなんか去年よりもよりコスメが好きになってるのかなっていう感じもしますけどね。はい、こんな感じでいいかなと思います。そしたら眉マスカラもこのビセリシェ使います。ビセリシェカラーリングアイブロウマスカラの ER2 番を使っていきます。はい、こんな感じです。OK です。今日使うチークはこちらローラメルシエのチャイっていうカラーです。これもうほんと大好き、こんな感じのカラーなんですけど、他のね、もっと欲しいんですけど、なかなかね、私が欲しいと思うカラー全部売り切れてて、買えないんですよ。すごい人気ですよね。で、今日はちょっとね、久しぶりに目の下らへんに塗っていきたいと思います。可愛い色。なんかこの前友達と遊んだ時に友達がね目の下にチーク入れてて可愛い似合ってると思ってちょっと真似したくなりました。なんかあんまりやってなかったんですけど最近はやっぱこの入れ方も可愛いですよね。丸顔からしたらシェーディングっぽいとこに入れた方が骨格はね綺麗に見えるんですけど久しぶりにこれがやりたくなりました。可愛いこの色。はい、こんな感じです。はい、そしたらねアイメイクやっていきたいと思います。ベースにこのイニスフリーのマイアイシャドウマットの8番を使ってきます。このカラーねすごい使いやすくてノーズシャドウとしても使えるしベースにも使えるし彫りも深く見えるしすごい私は気に入ってね結構使ってます。はい、イニスフリーのねアイシャドウほんと良くて好きです。こんな感じです。このディオールのこの前使ったディオールバックステージアイパレットの003番アンバーもう少しで発売ですねのこれを使います。このカラーをまたより深めにグラデーションっぽくこんな感じ。はい、こっちも。はい、こんな感じです。そしたら次がここの真ん中のカラーを指で取ってのせていきます。もうこれ無限にいろんな合わせ方ありますよね。ディオールすごい。下まぶたにもね同じこの真ん中のカラーをそしたら次にここのね上のカラーを使って目の始まりの部分とくの字な感じで入れてあげます。はい、こんな感じ。最後にここのね赤ここの赤のカラーを際にねラインっぽく入れていきたいと思います。うん、この赤初めて使ったけどすごい可愛い色ですね。ちょっと指でぼかしてあげても可愛いと思います。これで完成です。そしたらビセリシェの、カラーインパクトリキッドライナーの RD440 番バーガンディを使います。さっき描いたところにめがけて。はい、こんな感じです。横長に。はい、そしたらビューラーしていきたいと思います。マスカラ下地久々にディオール使いたいと思います。これはねあんまりねカールキープルクがなかったので使ってなかった気がするんですけど。はい、こんな感じでマスカラ下地塗ったら乾かしてる間にこちらトゥークールフォースクールのシェーディング使います。でブラシもねトゥークールフォースクールのシェーディングブラシでこのブラシもすごい柔らかくて痛くないのでおすすめです。安かった気がする。どうだろう。まあでもセットで売ってる Amazon とかのやつよりはするのかな。でも数百円だった気がします。でこの真ん中のこのカラーと明るいカラーを混ぜてノーズシャドウにします。ノーズシャドウって結構私はねこの始まる部分だけの方が違和感がない気がしてそういう風にしてます。こんな感じ。はい、そうでこれぐらいこうメイクしていくうちにだんだんこの粉がね馴染んできて下にね仕込んだストロボクリームがこう見えてくるっていうかちょうどいい感じになってきます。はい、ヴィセリシェブラウンにしますから BR300 番を使ってきます。まあ、ヴィセリシェはね、可もなく不可もなくこのマスカラは普通に使えるっていう感じです。はい、こんな感じです。そしたらちょっとねチークが物足りないのでもうちょっとだけ足したいと思います。これぐらい濃いのが好き。はい、こんな感じ。チークはですね、こちらマックのリップテンシティリップスティックスモークのアーモンドっていうカラーを使っていきたいと思います。私が普段愛用しているブラウンリップよりもだいぶ明るめ、こんな感じです。ハイライトは久しぶりにこちら3のシマリンググローデュオの1番使います。はい、そしたら最後に忘れそうになってたんですけど、こちらシャネルのイドゥラビューティーエッセンスミストっていうミストです。これ美容液のミストになっていて、セッティングスプレーみたいな感じで使えるんですけど、すっごい霧が細かくて、で結構化粧水のねセッティングミストが有名だと思うんですけど、これは美容液なのでよりこう栄養素が高いというか、すごくいいみたいです。はい。この香りがすっごいいい香りするんですよ。で朝も夜も使えるっていう風に書いてあるので、ね、もう寝る前とかでも使えるし、メイクの上からも使えるし、すごくいいです。でこれをこの前使ってお出かけしたら全然よれなくて、あ、セッティングパウダーって本当に効果あるんだっていう風に思いました。じゃあこれで今日のメイク完成です。イエーイ。今日はね特に本当に私の中ではこれを使ってメイクとかじゃなくて、割とベースを、私が最近いいなって思ったベース作りをメインに紹介したくて動画を回したんですけど、ベースがマックストロボクリームでしっかり保湿させて、その後プロカバーでカバー力があって、で最後にセッティングミスト、シャネルじゃなくてもいいと思うんですけど、セッティングミストをこうつけてっていう、この3つをね丁寧にやるとこんな感じのね、結構私肌荒れとかもしてるんですけど、カバー力あるからコンシーラーしなくてもいけるし、すごいなんかツヤツヤな人に見えるんですよね。ハイライトもちょっと入れたんですけど、にしてもこう全体がこう綺麗に見えるので、この組み合わせかな、この組み合わせがすごく私の中ではヒットでした。はい、ということで今回はメイク記録でした。今回もご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価もぜひお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。